はい、お疲れ様。お疲れ様でした。はい、じゃあ全部もらっちゃおうか。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ。どうだった？いや、本当に素晴らしかったね。今日は一段と素敵だったわ。また来ましょう。そうね。一条悟さん、私の知っているあなたは。1980年代の東京、人々が未来に希望を抱いていた時代、彼もまた順風な人生を送るはずだった。その使命を知るまでは。何者かが何かを自分に伝えようとしている。お前は何者か。高級霊が降りてくるっちゅう現象はまだ続いとるんか。あなたが偉くなることが交換条件です。あなたの使命は一切の衆生救済です。しかし私はまだニューヨークへ。こんな話過去には一度もないぞ。あの一条さんがね。もうすぐ歯車が回ります。どうしてこうなったんだ。頼む、嘘だと言ってくれ。私は嘘は言いません。それは実際にあったことです。私は彼のことを深く理解していると思ったのに、実際は何も気づかなかったんですよね。残念だけど、ここからは一緒に行けないみたいね。一条さん、一体どのようなメッセージが発信されるのか注目されています。過去の経歴などいらない、人の評判などいらない。何と言われようが構わない。我が命ある限り真理を世に問い続けよう。夜明けを信じて。Hey Lisa here. Now, goofs or mistakes are common in the making of all movies, and according to the Movie Mistakes website, the movies with the most goofs are Apocalypse Now with 390, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban has 296, Harry Potter and the Chamber of Secrets has 289, Superman 4 The Quest for Peace has 267, and The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring has 262. Now, do you like my t-shirt? You can get one for yourself in the link in the description.